皆さんおはようございます。現チャンネル元産経新聞社会部記者の三枝健太郎です。検察官の、話題を最近ちょっと何回か検察の話題をしております。例のパーティー収入事件、パーティー券事件ですね、が、中途半端な形で終わって、左派は発狂、自民党はほっとしてるんですかね。僕はもう最初からあれは筋の悪い事件だというふうに申し上げてきましたが、今度は別の話です。皆さん、起訴率がですね、ここ、10年ほどでですね、異常なほど減ってるのをご存知でしょうか。それがですね、今回そのことがきっかけでですね、釈放もしくは不起訴にされた男がですね、その後殺人事件を起こしてしまったという事件が、疑いのある事件が今実はあるんですね。ほとんどどこもまだ報じていませんけれども、僕はこれをですね、今日の X、昨日の X、この動画が出る頃には昨日になりますね。昨日の X で、動画でお話ししますと言いましたが、事件はこの事件なんです。愛知県のですね、これは、阿久比町、あっていうのがですね、小里編のあに可能性のかと書く、よく普通の安倍さんですね。安倍さん、東北に多い安倍さんのあ。で、久しいと書いて、比較する、比べるという字の、あ、これで、あ、阿久比町って言うのかと思っ、あ、阿久比町って言うんですね。あ、阿久比町だと思ったら、阿久比町って言うんですって。阿久比町宮津の、で起きたある殺人事件、愛知県で起きた殺人事件なんですね。これね、なんか朝日新聞が何回か、なんかこの事件でリードしてというのかな、すごく熱心に、報じているので、ちょっとこの事件をの概要をですね、お話しします。13日午前10時20分頃、愛知県阿久比町の阿久比町宮津の民家付近で男性の遺体が見つかった。別件で逮捕された男の供述に基づき、県警の捜査員らが現場を捜索していた。遺体の状況などから県警は男性が殺害された可能性もあるとみて調べている。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、他県警に12日までに逮捕された男が他人名義の運転免許証を持っていたことが判明。所有者を確認したところ、マットレスにくるんで捨てたという趣旨の供述をしたという。情報提供を受けた愛知県警が13日免許証の住所だったこの民家を調べたところ、供述通り民家近くの奥の沼地のような場所で男性の遺体を見つけたという。県警は死因や男性の身元などの特定を進める。現場は名古屋鉄道川和線というのかな、高和線なのかな、阿久比駅から東に約2キロの地点で、周辺に住宅や田畑、ため池が点在する。近所の住民は、ここは民家がまばらな田舎、静かなところなのに物騒だね、前日もパトカーが2台現場の方に走っていくのを見たと話しているということなんですね。で、この事件の続報がですね、今日の朝刊に出ています。これも朝日新聞、これ東京の判断ですけど、これを見て僕はね、おかしいって思ったんですよ。この事件はちょっとね、普通じゃないなと思ったんですね。こういう見出しです。小さな、二段見出しの小さな記事なんですけど、民家の男性遺体、死因は窒息、愛知県警殺人容疑で捜査本部。愛知県阿久比町の民家で男性の遺体が見つかった事件で、県警は14日、男性の死因は首を圧迫されたことによる窒息死と発表した。別件で逮捕された男38歳の供述などに基づき、遺体が発見された経緯なども踏まえ、県警は殺人事件と断定し、半田署に捜査本部を設置、男の関与や被害男性との関係などを調べる。捜査関係者などによると、男は愛知県内に住む30代女性を車内に監禁した疑いで12日に静岡県警に逮捕された。被害女性からは、交際をめぐるトラブルについて逮捕前に愛知県警に相談が寄せられていた。ここです。ここ、男は昨年7月にも当時は同居していたこの女性の首を絞めたとして殺人未遂容疑で逮捕されていたです。県警は一連の事件の関連を調べると、遺体は13日に現場を捜索した愛知県警に発見された。この家に住む50代男性とみて調べていると。皆さん、おかしいと思いませんか。男は
昨年7月にも当時は同居していたこの女性の首を絞めたとして殺人未遂容疑で逮捕されていたんです。これはですね、実はね、ちょっと僕も取材しました。この事件、男が住んでいたこの時に捕まえたのは愛知県警の中川警察署なんです。つまり名古屋市中川区で男はこの女性とまず住んでたんです、去年の夏で。この時に女の人の首を絞めた、同居女性の首を絞めたらしいんですよ。それで殺人未遂容疑で逮捕されたのに、なんで男が今シャバにいるんですかと、つまり普通に生活してるんですかと。容疑は殺人未遂ですよ。殺人未遂、殺そうとしたでね、これ聞いたらね、処分保留で釈放したのか不起訴にしたのか分かりませんけど、検察はこの男を野に放っちゃったんです。わかりますか、殺人未遂なのに。そうしたらこの男はですね、今度は12日に逮捕された。これ静岡県警の焼津警察署だそうです。焼津市、焼津市で、まあどういういきさつかは知りませんけど、車の中に同じ女性です、この首を絞めた相手の女性をもう一回今度は車に監禁したんですって。で12日 今月の1月12日に静岡県警の焼津警察署に逮捕されたんですよ。でそこでなぜか愛知県阿久比町の民家で見つかった男性の遺体の免許証を彼が持ってたと。でこれ、この人どこ行ったんだって言ったら、マットにくるんで埋めちゃったって言ったんですね。それで慌てて愛知県阿久比町、つまり半田警察署って、まあ知多半島ですよね、知多半島の田舎のその家を調べたら、そこの奥の沼地から男性の遺体が見つかったと。で分かんないんだけれども、この人50代でしょ、見つかった男性、女性30代ですよね、親なんじゃないかっていう話も可能性としてはあるわけですよね。でこれはね、僕は不思議だなと思ってるのは、地元、これ中日新聞なんです。中日新聞がね、全然書いてないんですよ。これ書いてないっていうか、全くね、こう存在感がないんです。中日新聞って言ったら愛知県でトップの地元紙ですよね。あの望月磯子さんが、いる東京新聞って、まあ中日新聞のまあグループ会社的な位置づけになってるんですよね。そのまあ元締めですよ、中日新聞。だから僕はこれは愛知県警と名古屋地検がこれ頭抱えてんじゃねえかと、なんとかしてこれをね、大ごとにしないで済む方法はないかと思ってたところに、なぜか朝日新聞にバレちゃったというのが、これは真実なんじゃないかなと僕は思ってるんです。つまりせっかく殺人未遂で、こいつ多分この男、名前出てないんですけど、おそらくこれストーカーなんですよね。でまず同居していた女性を、まあ、殺そうとして首を絞めて殺そうとしたと。でなぜか釈放されてしまったと。で聞いたら、女の人はね、こっから逃げたんですね。なのにどういうわけか静岡県の焼津で捕まってるんですね、そのこの女性が、この男にもう一回。それで逃げたのかどうしたのか知らないけど、静岡県警がやっと捕まえたんですよ。で捕まえたら、なんと愛知県の阿久比町ってところの民家から男性の遺体が出てきたと。これどういうことと。つまりこのね、もしこの身元の方が、男性が女性の親だったら、これ女性に仕返ししたからっていうふうにも考えられませんかね。どういうことなんだろうかと、この男性が見つかったのは。つまりせっかくね、殺人未遂容疑で逮捕したにもかかわらず、どういうわけか釈放されてしまったから、この男性が殺されてしまったという可能性があるわけですよ。でどうして僕はそう思うかっていうとね、14日に見つかった遺体が首を圧迫されたことによる窒息死と発表したというふうに書いてあるんです。ということは多分これ骨になってないんですよ。圧迫痕がすぐに分かる遺体だったってことです。だからもしこれが去年の夏以降であれば、もう半年以上経ってるんで骨になってるはずですよ。ということはこの昨年7月にこの事件を起こして、
この男が釈放された後にこの殺人事件を起こした可能性がかなり僕は高いと思ってるんですね、時系列からすると。そうなるとなんでこれ殺人未遂で捕まえたのに処分保留で釈放したんだよと、まあもしくは不起訴にしたんだよと、検察のこの判断は正しかったのかっていう話なんですよ、名古屋地検の判断が、と思いませんか。で実はね、この構造的な問題があるんですよ。いつか僕はこういう事件が起きるんじゃないかとずっと思ってたんで、実際起きてる、いくつか危ない事件が。例えばあの後でこれ言いますけど、1989年平成元年ですね、起訴率、要するに起訴って逮捕します48時間以内に警察は検察に身柄を送んなきゃいけないんです。でそこから検察のまあ拘置所に20日間拘留して最長22日間取り調べができるんです。でまあまあ普通は拘置所っていうことが建前なんだけど、まあ実質は拘置所足りないから代用監獄って言って留置場ね、警察署の留置場の中に入れちゃうんですけど、まあ、あの立て付けとしては拘置所にあの送ることになってるんです。で22日の間に起訴するのか不起訴にするのか検察は決めると。で平成元年は 73.6%、 つまり4人に3人は起訴されてたんですよ。これが2020年には 33.2% まで落ちてるんです。でね、この時に弁護士が、あの熊本日日新聞が記事書いてたんですけど、弁護士は起訴猶予が増えたんだと。 24.3% しかなかった起訴猶予が 63.9% になった。これは証拠が揃ってるのに、まあ、起訴しなかったというケース、つまり示談が増えたんじゃないかというふうに言ってるんです。しかしながらですね、検察はこういう時に不起訴になったりとか処分保留で釈放する時に理由を未だに言わないんですよ。証拠不十分なのか示談になったのか何にも言わない。国民は知る権利を行使できない。で容疑者は、国選弁護、容疑者の国選弁護制度っていうのが2006年に導入されてるんです。で裁判員制度が2009年に始まってるんです。そこで顕著にね落ちてるんですよ、これが。だから僕は理由はねこの辺りにあるんじゃないかなと思ってるんです。つまりね、あの検察はあのなんて言うんでしょう、役人ですから責任を取りたくないわけです。だからもう万が一にももう、 こう無罪になっちゃうと困るわけですね。つまりね、こういう熊本日日新聞が検察の統計年報というやつから取ったデータです。これ見えるかな、このグラフ見えますか。ね、顕著に落ちてるのが分かると思います。これがね、縦軸が、これ裁判員制度開始がここ、その前が、これ国選弁護人の、容疑者国選弁護人制度を創設っていうのがここにあるんですけど、この時はここまで起訴率が良かったのに今はこんなに落ちちゃってるんですよ。ちょっとねこれ異常ですよね。それで例えばね、大きな事件、皆さんご記憶の事件でどういうのがあるか、2023年11月に13日三重県の桑名市の女性用のお風呂に愛知県春日井市の43歳の無職の男が入り込んで、まあ自分は心は女だからって言った事件ですよ。あいつが逮捕されました、起訴されました今回。ところがね、この男ね、同じ年の4月に浜松で同じような事件を起こして逮捕されてるんです。でこの時はね不起訴になってるんです。で結局同じ事件また起こしちゃった。それから7月、これも皆さんあのご記憶の方多いと思います。埼玉県川口市の病院でクルド人の、人たちが100人ぐらい殺到してですね、この殺到する直前に26歳の男性がナイフで刺されてるんですけど、殺害しようとしたとして逮捕された殺人未遂容疑でね、7人全員を埼玉地検はこれ釈放してるんです。でこういうことがねずっと起きてて、後にもっと大きな事件を起こしゃしないかっていうのを僕はものすごく、しかも殺人未遂でね釈放っていうのはねなかったですよね。でこれ一説によればね、あの奥富さんって川口市議がおっしゃってるんですけど、で僕もこれ結構この可能性が高いんじゃないかなと思うんですけど、48時間以内に送検しなきゃいけないんですよね。警察がクルド語、いわゆるトルコ語よりもさらにこう、まあ
なんていうんですか、クルド人の人たちってトルコ語も喋らない人っていうのが結構いるんで、クルド語をですね手当てする通訳が手配できなくて釈放になったんじゃないかとも言われてるんですけど、僕は驚いたのはですね、今回のこの事件、殺人未遂容疑を起こしたのに釈放されてると言って、その後に殺人事件を起こしてるっていうのが、まあとうとうやこういう事件が起きたかという感じです。全く問題になってないですけど、僕は非常に問題だと思います。それで一応ね、皆さんにもうよく外国人だと起訴されないっていうふうに言いますよね。これはね、実はね、外国人日本人問わないんですよ。これは令和、4年かな、の、4年版犯罪白書によります。来日外国人の犯罪、これは刑法犯は 3.1 ポイント高く、特別法犯で 1.9 ポイント日本人より低いと。つまり起訴率はそんなに差がないんです。全体的にぐわーっと日本人も下がってるんです、起訴率が。で、この起訴率が下がることによって、こういうちょっと不具合のある事件っていうか、どうしてだけどね、こうストーカーっていうか同居の女性に首絞めるっていうのは、もう次またやらかす可能性が非常に高いでしょう。なんでこれをね、名古屋地検は釈放してしまったのかと、もしくは不起訴にしてしまったのかと、本当にこれ知りたいところですけれども、まあいわゆる、まあ中共系のね、中共って中国共産党じゃないですよ、中共地区のメディアの動きが非常に鈍いので、このいきさつがよくわからない。まあ朝日新聞が結構なんかちょこ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 書いてるみたいですけれども、まあ東京に来る、新聞にはね、ちょっとしか小さくしか載ってないので、よく事情が分かりませんけど、これは非常にね、後々問題になる可能性を秘めた、まあ実際僕は非常に問題の多い事件だと思っています。今日のところはですね、この辺りで終わりにしたいと思います。皆さんぜひ、面白いなと思ったりですね、ためになったなと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。